シチリア島はイタリア半島の西南の地中海に位置するイタリア領の島、地中海最大の島である、周辺の島を含めてシチリア自治州を構成している。この州はイタリアに5つある、特別自治州の一つである、州とはパレルモ、地中海のほぼ中央に位置し、要衝として様々な勢力が派遣を競い合った地である。紀元前には、 ギリシア人植民者とカルタゴが争い、後のポエーニ戦争で、ローマの支配下に入る、6世紀には、ユスティニアヌス大帝の東ローマ帝国に属し、9世紀後半には、イスラムが掌握し、中心拠点となったパレルモは3000人ほどの町から30万人を超える都市に急成長し、イスラムの中心都市として繁栄した。11世紀に、北欧のノルマン人が征服し、 ムスリムとも共存して多文化が融合したシチリア王国として繁栄。その後、フランスのアンジュやアラゴン、スペインなどに次々に支配され、1861年にイタリア王国の一部となった。古典ギリシア語ではシケリア、ラテン語ではシキリアと呼ばれた。また、英語由来の名称でシシリー、シシリアとも呼ばれる。 地中海のほぼ中央にあるシチリアシチリア島の地形図シチリア島はイタリア半島の西南に位置する島でイタリア本土のカラブリア半島とはメッシーな海峡によって隔てられている面積25,420平方キロメートルは日本の九州の約64%あるいは四国の約1.4倍にあたる大きさである地中海のほぼ中央部に位置しており 南西方のアフリカ大陸、チュニジアとの間のシチリア海峡によって、東地中海と西地中海を分かっている。北西方向には約2 8 5キロメートルを隔てて、サルデーニャ島がある。シチリア島を取り巻く海のうち北側の海はテレニア海、東側の海はイオニア海とも呼ばれる。シチリア島は全域がイタリア共和国のシチリア州に含まれる。 シチリア州には、シチリア島周辺の島々が含まれているが、面積の大部分は、シチリア島が占めている。シチリア州は、イタリア最大の面積を持つ州で、国土面積の十二分の一弱を占めている。シチリア州の州とパレルモは、島の北岸中央やや西寄りに位置しており、カラブリア半島先端のレッジオディカラブリアから西へ、約 200km、イタリア南部の中心とシナポリから、 南南西へ約3 1 4トルチュニジアの首都チュニスから東北東へ約3 1 7トルサルデーニャ島の主婦、カリアリから東南東へ約3 8 9キロメートルイタリアの首都ローマから南南東へ約4 2 8トルの距離にある。ペラージェ諸島のランペルーザ島はイタリア共和国の国内で最南端の領土である。 地中海の中央部にあることからもわかる通り、典型的な地中海性気候となっている。夏は乾燥して暑く、冬は穏やかで、降水量が増える。夏には、アフリカからシロッコが吹きつける。パレルモでは夏には、平均最高気温が、摂氏30度に達するが、冬は、摂氏10度台前半で過ごしやすい。年間降水量は300ミリメートル程度だが、 北海岸の山岳地帯では700ミリメートルを超えるところもある。後日の通り島の大半の場所は高原地帯であり、海岸部よりも気温が低く雪も降る。カテナのおばの観測所では1999年の8月に最高気温摂氏48.5度を記録した。江戸中山地形は山ちで平野は少なく、東部に位置する州第2の都市カターニアのある。 カターニア平野と海岸沿いの低地を除けばほぼ丘と山で占められている。北海岸にはペロリターにネブロディマドニエなどの山があるなど標高線3 0 0メートルから標高2000メートル級の山脈が連なり東海岸にはヨーロッパ最大の活火山であるエトナ火山がそびえている。島の8割近い面積は 標高500メートルを超える高原地帯であり、海岸近くの狭い平野にある、都市部よりも気温が低い。標高900メートルよりも高いところでは冬には雪も多く降り、スキー場もある。江戸ナ山も11月初めから5月初めにかけては雪で覆われる。島シチリア島と周辺の島、シチリア島周辺には小島所が散在している。北方のヨーリア諸島。 北西のウスティカ島、西方のエーガリ諸島、南西のパンテレリア島及びペラージ諸島などであり、これらの島々はシチリア州に所属している。このうち最大の島はパンテレリア島である。この他シチリアの南方にはマルタ島やゴゾウ島があるが、これはマルタ共和国として独立国家となっている。ロッカサルバテスタさん。 ホンダケ・リファンティーナ・シチリア周辺の島々の多くは火山活動によって形成された火山島である。エオリア諸島にあるブルカーノ島は火山を意味する語の由来となり、現在も活発に活動しているストロンボリ島はストロンボリ式噴火のモデルとなっている。火山学や地質学に大きな寄与を行ったエオリア諸島はユネスコの世界遺産に登録されている。 シチリア島の南西沖地域には、エンペドクレス海底火山がある。火山の一部は1831年の噴火に、際して短期間海上に隆起し、フェルディナンデアと名付けられたことがある。エオリア諸島人口7万人以上のコムーネは、以下の通り、人口は2012年1月1日現在。この他の主要都市として、トラーパに、アグリジェント、カルタニッセッタ、チェファル、 タオルミーナ、ブロンテなどが挙げられる。ギリシャカルタ語による支配紀元前11世紀のシチリア18世紀に描かれたアルキメデスの肖像画紀元前11世紀には西部にエリミヒト、中部にシカニニン、東部にシケル人が原住民として住んでいた。紀元前8世紀からギリシア人の植民が開始された。古典ギリシア語ではシケルイ人の名を取って シケリアと呼ばれた。紀元前734年頃、シケリア最大の植民地となった、シュラクサイのほかゲラ、アクラガス、セリヌス、ヒメラ、ザンクル、レオンティノイなどの植民都市が建設された。これらの都市は古代ギリシアの重要な一部となっていた。ギリシャの学者として、有名なエンペドクレスやアルキメデスはこの島の出身である。紀元前480年、 シュラクサイの選手ゲロンとカルタゴの間で戦争が起き、第一次ヒメラの戦いでゲロンが勝利を収めた。紀元前431年にペロポネソス戦争が起こると、イオニア系植民主とドーリア系植民主の構想が激化し、アテナイがこれに介入を図った。これに対しシケリアの全都市の代表は、紀元前424年ゲラに会合し、 シケリア以外からのいかなる干渉をも排することを明約した。だが、敵国であるコリントスとの経済断交を求めて、アテナイはシケリア遠征を試み、紀元前415年修楽祭を表したが、スパルタからの援軍によって、紀元前413年アテナイ軍は撃退された。その後、ヘレニズム期において、ディオニュシオス一世以来選手に率いられたシケリアのギリシア人は、 カルタゴと戦争状態に入った。カルタゴは、シチリア島の南西のそれほど、遠くないアフリカ本土にあり、シチリア島に植民都市もあった。紀元前409年に再び、カルタゴと戦争状態となり、第二次ヒメラの戦いにおいて、カルタゴは、シチリア島から、ギリシア人勢力を駆逐しようとし、両軍が多大な犠牲を払った。紀元前311年のヒメラ川の戦いで、 カルタゴは、シラクサとメッシーナが支配する島の東部を除いた他の領域を支配下に置いた。紀元前280年からは、カルタゴが支配していたシチリアの奪還及び共和制ローマへの牽制を目的として、エピロスオーピロスがシチリアへ攻め込んだものの、失敗に終わった。ローマ属州時期シキリア属州紀元前256年、シラクサに侵攻されたメッシーナは、 ローマに救援を求め、これがローマとカルタゴによる第一次ポエニ戦争の発端となった。戦争の終結する紀元前242年にはシチリア島全域がローマによって占領された。第二次ポエニ戦争でのカルタゴの初戦の快進撃によってシチリア島の諸都市はローマに反乱を起こし始めたが、ローマはマルクス・クラウディウス・マルケルス率いる軍団を派遣して、 これを鎮圧し、最終的にカルタゴは、シチリア島から追い払われ、シチリアは、ローマの属州、シキリア属州となった。紀元前210年に、ローマの執政官、マルクス・ワレリウス・ライウェヌスが、元老院に向かって伸びた、一人のカルタゴ人も、シチリア島では生かしてはならないという言葉通りに、シチリア島のカルタゴ寄りの人々が多く殺された。この後6世紀の間、シチリア島は、 ローマ帝国の属州であった。平基地の田舎のような扱われ方だったが、シチリア島の農作物はローマ市にとって重要な食料供給源であった。強いてローマ化しようとはしなかったので、島はギリシャ時代の様子を多く残していた。紀元前135年及び紀元前104年の二度にわたって、シチリアでローマを揺るがす奴隷の大反乱が起こった。 マルクス・トゥリウス・キケロの断崖演説で有名なガイウス・ウェッレスによるシチリアでの悪性があったのは紀元前73年から紀元前71年にかけてのことであった。紀元前49年1月からの内戦では当初グナエウス・ポンペイウスらの言動インパがシチリアを抑えていたが同年4月までにガイウス・ユリウス・カイサル派が脱取した。ポンペイウスの次男セクストス・ポンペイウスは 父が殺害され、内戦で、元老院派が敗北した後も、反海猿を貫き、第二回三島政治にも反対して、シチリア島を本拠に、イタリア半島を海上封鎖した。これにより、ローマとセクストゥスは、紀元前38年より、シチリア海域を舞台に戦争状態となった。海上封鎖を続けるセクストゥスに対し、オクタビアヌスは軍を差し向けたが大敗した。 その後、ナウロクス沖の海戦で、オクタヴィアヌスは、副讐の部下、マルクス・ウィプサニース・アグリッパの活躍と、マルクス・アントニウスの支援により、紀元前36年9月3日セクストゥス軍を撃破した。なお、この直後レッピルスが打倒をオクタヴィアヌスを企て、シチリア島を独占しようとしたものの、その部下がオクタヴィアヌスに通じて、失敗、同年中に失脚した。 帝政ローマの時代には、帝国内を視察して回った皇帝、ハドリアヌスが125年に、シキリア族州を訪れている。バンダル王国440年、バンダル人の王、ガイセリックが、シチリア島を占領し、バンダル王国に併合された。東モート王国その数十年後、東モート人が侵入してきたが、535年。 東ローマ帝国の派遣したベリサリウス将軍によって征服された。しかし、東ゴート王国の新たな王、トキラはイタリア半島を接見した後、550年再びシチリア島を奪取した。552年、彼はまたもや東ローマ帝国の派遣した将軍、ナルセスによって征服され、ついには殺された。 東ローマ帝国シチリア島は東ローマ帝国の領土となり662年から668年に皇帝コンスタンス2世が暗殺されるまでシラクサが帝国の首都であった時期もある670年にブクバ・イブンラフィがイフリーキアのカイラワーンへ進出し675年にチュートン基地を完成させたユスティニアの世は年の セバストポリスの戦いで馬や朝に惨敗すると、軍政改革を開始して、テマ制を敷き、695年にテマシチリアが置かれた。同年、テマヘラスの長官、レオンティオスがクーデターを起こすと、アフリカ総督府のカルタゴが馬や朝に制圧された。697年に、レオンティオスがカルタゴを奪回。698年のカルタゴの戦いで再度、 カルタゴウマやアサに奪われる。テマキビューライタイの長官、アプシマロスがクーデターを起こし、レオンティオスも失脚。705年にユスティニアノス2世が福井し、レオンティオスとテベリオス3世は処刑された。シチリア主長国827年にカイラワーンから侵入してきたアラブ人によって、シチリア島は征服され、シチリア主長国が成立。シチリア王国ルチェロ世。 フェデリーコ一世、フリードリヒ二世、十一世紀に、イタリア半島南部を接見した、ノルマン人は、ロベルト・イル・グイスカルド・トル・チェーロ一世の兄弟に、引き入られ、1061年から1091年に、かけて、シチリア島を征服した。1102年には、神の製法が伝えられた。1130年、シチリア・ハクル・ジェーロ二世が、シチリア王位につき、シチリア島と、 イタリア半島南部を統治するノルマンシチリア王国が成立する。ルッチェーロ2世は学問や芸術に対する造形が深く、様々な文化圏に属する医者や先生術師、学者を応急に集めた。当時のシチリアでは、イスラーム教のアラブ人、ギリシア正教のギリシア人、カトリックのラテン系の人々が生活し、パレルモの宮廷には、 それぞれ2名ずつ、計6名の初期官が働いた。1194年、法園主タウ編長の神聖ローマ皇帝ハインリヒ六世がシチリア王位を奪った。1197年より、ハインリヒ六世のコフェデリーコ一世がシチリア王となり、東大随一の広い学識、合理性、科学的好奇心から異形の念も含めて、世界の脅威と呼ばれ、後には、 その合理的思考から王座の最初の近代人と評価された。1215年よりフリードリヒ2世として神聖ローマ皇帝位を兼ね、1220年にはパレルモを自らの本拠地とした。1266年、神聖ローマ帝国と教皇の紛争により、フランスの王族であるアンジュハクシャルル一世が、フリードリヒ2世の後継者であるマンフレーデを破って、 シチリア王国を征服、シチリア王カルロ一世として即位した。シチリアの番頭と王国分裂、スペイン支配1282年、フランス人による火星に対して、シチリア住民の反乱が発生。カルロ一世も鎮圧に乗り出したが、アラゴン王ペドロ三世が介入して、シチリア党を支配下に収めた。シチリア島とイタリア半島南部にまたがっていたシチリア王国は、 カルロ一世が保った大陸側の王国とアラゴン連合王国の一部に組み込まれたシチリア島側の王国に分裂する。ナポリオ王国の多い継承問題はイタリア全土を巻き込むイタリア戦争を引き起こした。一方、シチリア島はイゴアラゴン、スペインによって約500年間支配され、オスマン帝国から逃れたアルバニア人が多数移住した。 当初はアラゴン王家であるバルセロナやトラスタマラ家によって支配され、スペイン王国の成立後にはスペインハプスブルク家によって支配された。この間、1656年には薬病が爆発的に蔓延し、1693年には島の東側で起きた大地震により大損害を受けている。スペイン継承戦争1700年にスペインハプスブルク家が断絶すると、 ブルボン家のフェリペ五5世がスペイン王に即位するが、これをめぐり1702年にフランスとオーストリアとの間でスペイン継承戦争が始まった。1713年に結ばれたユトレヒト条約により、サボヤ公のビットーリオ・アメデオ2世がシチリアの王位を得ることとなった。4カ国同盟戦争4カ国同盟戦争が終わり、1720年2月17日に、 ハーグ条約を締結。サボイア家は、オーストリア・ハプスブルク家のカール6世との間で、シチリアとサルデーニャを交換し、インゴシチリア党は、オーストリア・ハプスブルク家の支配下に入った。ポーランド継承戦争1733年に、ポーランド継承戦争が勃発すると、1734年に、スペインがナポリ・シチリアを奪回。スペイン・ブルボン家出身のパルマ公カルロがナポリと、 シチリアの王位についた。以後、シチリア王国は、ナポリオ王国とともに、スペインブルボン家の分家である、ブルボンシチリア家によって統治されるようになった。ナポレオン戦争と両シチリア王国、ナポレオン戦争中、ナポリは、フランス軍によって占領されるが、イギリスが、対フランスの拠点として、シチリア島を確保し、シチリア王フェルディナンド3世は、パレルモに逃れた。 ナポレオン戦争後の1816年にシチリア王国とナポリ王国は統合されて両シチリア王国となりシチリア王フェルディナンド3世が両シチリア王フェルディナンド1世となった。イタリア統一運動1820年と1848年にブルボン家に対して立憲政府を要求する革命運動が起きたがどちらも失敗に終わる。1860年に ジュゼッペ・ガリバルディ率いる先人隊は、シチリア島西海岸のマルサーラ近くに上陸、シチリア島を占領し、ついで、イタリア半島に渡って両シチリア王国の首都ナポリオを奪取した。ガリバルディは、占領地をサルデーニャ王、ビットリオ・エマヌエール2世に献上、翌1861年に成立するイタリア王国へ、シチリア島は統合された。 ファッシシチリアーにイタリア統一後の半世紀にわたる経済発展によってイタリア北部は広く都市化されていたが、シチリア島は産業の発達から取り残された。1894年にはファッシシチリアーにと呼ばれる労働者の運動が激化し、政府は非常事態宣言を出して弾圧した。シチリア島からは多くの移民が流出した。 イタリア系アメリカ人の中でもシチリア系は多くの比重を占めている。19世紀後半、マフィアとして知られる犯罪組織の影響力が拡大し、シチリア島にも及んでいた。世界大戦1920年代後半は、ファシスト政権によって抑圧されていた。第二次世界大戦時、連合国によるシチリア島攻略作戦によって占領された。 1946年、シチリアはイタリア共和国の自治州となった。1950年から1962年にかけて国土の再編成が行われた結果、シチリア島は少し拡張され、1950年には南部開発広告から特別資金が充てられている。1992年にはマフィアに反対する二人の治安判事が暗殺される事件が発生した。 5月23日にはパレルモ近郊のカパーチでジョバンニ・ファルコーネが暗殺され、7月19日にはパレルモ市内でパオロ・ボルセリーノが暗殺された。二人の治安判事は反マフィア運動を象徴する人物として記憶され、パレルモ国際空港の正式名称もファルコーネ・ボル・セリーノ空港と改められた。この1992年はマフィアなどとの輸着も含め、 イタリア政界を揺るがす事件が次々に明るみに出た、年で、政界の再編が進んだ。1992年以後のイタリアについて、第二共和制という表現が用いられることがある。シチリア州と、各県シチリア州は、以下の9県からなる。左端の数字は、ISTAT コード、アルファベットに文字は、県名略記号を示す。 人口は2012年1月1日現在。面積の単位は平方キロメートル。第二次世界大戦後の1946年に制定されたシチリア特別自治州憲章は従来の県を廃止した。その後、1963年の州法第16号で県が再設置された。1986年、州法第9号は1946年の 州県省を適用し、広域自治体として、県の代わりにリベルコンソルツヨコムむノリーを置き、これを県と称した。2015年9月4日制定の州法第15号により、パレルモ県、メッシーナ県、カターニア県はメトロポーリタナに移行した。2000年以上も昔の古代から穀物をはじめとする農作物の生産地であった。中でも、オリーブとワインが特産品である。 カルタニセッタ県は19世紀には硫黄の一大産地であったが1950年代以降に硫黄の産出量は減り続けている。周期に見られるシンボルはトリナクリアと呼ばれるものでギリシャ神話のメデューサの顔と三本の素足からなる。足はパレルモ、メッシーナ、シラクサの岬を表すとされる。トリナクリアはシチリアの古名でもあり、 ギリシア語の三つの岬に由来する。伝説では、シチリア島は、オリンポース神と巨人族の戦いの時に、アテナが巨人の一人エンケラドスを封じて投げつけたとされる。シチリア語の方言文句。アルバレシュ語が話されているコムーネ。ガロイタリア語シチリア方言。能力が日常的に話されているコムーネ。薄緑が部分的に話されるコムーネ。シチリアの地方言語は、 シチリア語である。2006年の国立統計研究所の統計によれば、6歳以上の住民の家庭内での会話における言語状況は以下の通り。イタリア語、地方言語、他の言語についてのデータで、左列が全国平均、右列がシチリア州の数値である。コッポラ棒をかぶったシチリアのローノオフシチリア民謡としては、シャレコ戸ベ大砲などが知られている。 16世紀から17世紀頃、マッキルネサンス音楽ないし初期バロック音楽において、シチリア風の舞曲として、シチリアーナと呼ばれる形式の曲が作曲されるようになった。州内には以下の世界遺産がある。2006年9月21日のパレルモ、カターニア戦における、パレルモ側サポーター州内に本拠を置く、プロサッカークラブとしては以下がある。 所属リーグは2017から18シーズン現在、シュートパレルモをホームとする US チッタディパレルモと第二の都市カターニアをホームとするカルチョカターニアとの対戦はデルビーディシチリアと呼ばれる。2007年にはシチリアダービー中のカターニアのスタジアムにおいて観客と警官の衝突事件が発生して死傷者を出し、イタリアのサッカー界に大きな衝撃を与えた。 なお、第三の都市メッシーナに本拠を置く ACR、メッシーナとの対戦も、抗議のデルビー・ディシチリアとされることがある。また ACR メッシーナと、メッシーナ海峡対岸のレッジオ・ディ・カラブリアを本拠とする、レッジーナ・カルチョとの対戦は、デルビーデ・デロ・ストレットと呼ばれる。4部リーグのセリエ D では、カラブリア州、カンパニア州のチームと共にジローネアイに属する。シチリア州の地方リーグとして、 エッチェレンサ・シチリアがある。シチリア島では1906年から1977年にかけて、高動自動車レース、タルガ・フローリオが行われていた。国際的なスポーツカーレースであったが、レーシングカーの構成の丘に加え、観客を巻き込む死傷事故が発生したために終止符が打たれた。2019年4月、42年ぶりにジロでイタリアを主催する RCS ・スポルトにより、 UCI ヨーロッパツアーとしてジロディ・シチリアが開催された本大会はシチリア島をめぐる4日間のステージレースであり初開催は1907年ジロデイタリアの初開催よりも2年前に始まった長い歴史を持ちイタリアの自転車競技人気の礎を築いた大会であるイタリア本土及び周辺の主要都市より飛行機やフェリーの航路が開設してある また、島内には、鉄道やバス網がある。シチリア島の高速道路網、A18 のカターニア・シラクーザ間は、カターニア郊外を半環状に走るラッコルド、アウトストラダーレ・ RA15 とカターニア・シラクーザ、高速道路によって接続されている。イタリア本土とシチリア島を結ぶ、メッシーな海峡大橋の建設が2009年から始まっており、 2016年の完成が目指されていたが、2013年2月26日、予算不足により再び計画は中止となっている。シチリア島の鉄道もシチリアの空港シチリア島には、旧イタリア国鉄を引き継ぐ FS と、エトナ山周遊鉄道の鉄道路線がある。シチリア州の主要な空港には、以下がある。シチリアには、 ヨーロッパ各地からの空路が開設されていて、特にカターニア国際空港は南イタリアで最も利用客の多い空港として知られている。パレルモナポリ、カターニアナポリ、メッシーナサレルヌカンなどに定期フェリーがある。シチリア州はラッキー・ルチェアーノやサルバトーレ・レリーナをはじめとする多くのマフィアの故郷である。それとともにマフィアを告発し、 マフィア撲滅のために戦った人物も排出した。ハンジ、ジョバンニ・ファルコーネやパオロ・ボルセリーノ、作家レオナルド・シャーシャなどである。ファルコーネ、ボルセリーノの両ハンジはマフィアによる暗殺に倒れたが、パレルモ国際空港の副空港名に名付けられている。シチリア島からは多くの人々がアメリカ合衆国に移住した。フランクシュナトラ、シルベスター・スタローン、アルパチーノ、 マーティンスコセッシフランクザッパ、レディーガガ、などがシチリア移民の末裔である。ありがとうございます。